前回はですね、スプリング、はい、春の絵でした。そうですね。今回は夏の絵を描いていただきたいと。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、今回夏の絵はどんな感じで？夏の絵はですね、今まで描いたものとちょっとイメージを一新しようと思いまして、前回この劇形風に描いたんですけど、これをね、もっと前のポップ調のやつとよりも全然違う描き方のものを今回描いてみたいと思います。挑戦です、ある意味。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい、かしこまりました。チーフなんですか？これはですね、今までになかった、ちょっとね、綺麗な感じで描こうかと思う。綺麗な感じ、ちょっとこれ厚苦しかったりとか、ちょっとそういう劇画系なんで、はいはい、で、こっちがちょっとなんか少女漫画系な、こう、綺麗さを求めて出した、綺麗さで描いたんです。なんですか、これはバラがたくさんありますけど、ベルバラ的なイメージをちょっと出した。ベルバラね。そう、ちょっと綺麗系って言ったら、そういうイメージが出てきちゃったってことで、これがオスカル、はい、そう、主人公ってことは僕ですね。そうですね、そっくり。そう、実はそっくりだよこっちよりはるかに俺って今言ってるでもこれはまあ眼鏡かけてくるバンディでしょ。これは誰なの？これデベソです。どこが？眉毛のあたりですねこれは誰なの？これも俺です、とりあえず。これは誰なの？これテキサスです。あ、テキサスか。そう、間違ってもギリシャ人じゃない。あー、みんな綺麗になっちゃってね。はい、次のシーズンもまたよろしくお願いします。はい、はい。アナルシー系動画はこちらから。